西日駅は中華人民共和国北京市会予独に位置する北京地下鉄の駅。13号線と昌平線の乗り換え駅となっている。13号線には駅番号が付与されており、1306の駅番号がある。ホーム前景。地平ホームが13号線で、高架ホームが昌平線。昌平線高架下のコンコース。奥に改札。 写真右側に13号線ホームが見える。13号線、小平線は相対式ホームに面2線を有し、13号線は地平、小平線は高架にホームがある。13号線、小平線ホームは日本の在来線ホーム、新幹線ホームのように高さの異なるホームが平行に並んでいる形となっているが、PTFE 膜で両ホームの屋根部分を覆っており、 駅舎自体を一体的に見える形となっている。13号線開業当時は相対式2面2線の地上駅舎だったが、昌平線の乗り換えの需要に伴い、新駅舎を立て移転した。旧駅舎は作地用として保留している。改札口は昌平線の高架下に位置する。出入口は北に A1A2 の2つ、南に B1B2B3 の3つがある。 乗り場の番号は各線ともに存在しない。駅西側に京新高速道路、駅東側に京方線が並行している。しかし京方線とは乗り換え駅にはなっておらず、当駅付近にも京方線の駅がない。急駅舎、ありがとうございます。